木曜日頃をピークに北陸などでは大雪に警戒が必要です。今後また非常に強い寒気の影響がありそうですね。そうなんですよね、上空かなり強い寒気久しぶりに入ってくることになりそうです、はい、でまず天気図で流れをご覧ください、こちらがまず15日明日になります、日本海に低気圧が進んでくるんですけれども、この低気圧が上空に強い寒気を伴った低気圧でして、この後水曜日そして木曜日と動きが遅い状況続くんですよね、はい、でこれが大気の状態を非常に不安定にさせます。でどれぐらいの寒気強度かと言いますと、これが木曜日の午前9時の、上空5000メートル付近の寒気強度なんですけれども、この時入ってくるのはですね、マイナス39度線ということになります。マイナス39度線となってくると、一冬通しても、一回あるかどうかというレベルですね。これがね、北陸関東まで降りてくるのが特徴になります。はい、これで大気の状態が非常に不安定になって、雷を伴ったり、あとは、あられ、突風、竜巻など激しい現象を北陸中心にもたらす可能性があります。で予想される積雪量、これは明日の午前9時から金曜日にかけてですけれども、北陸を中心に多いところでは50センチ以上積雪が増えるということが想定されます。久しぶりの、この強い寒気が入ってくることで、内陸部中心の積雪の増加に、十分警戒が必要ですね。はい、わかりました。今後も最新の雪情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。